はい、こう動いて止まって、そってこういう感じですね。こういう風に前後で動く、こんなのが車椅子バドミントン、パラバドミントンですね。よっ、いけた。あ、でも上手ですね、やっぱり。実際どうですか？痛い痛めてたのかい。世界的な取り組みとして今話題の SDGs。 そんな SDGs のことを内田篤人と共に学び、さらに彼の知られざる素顔まで発見してしまう番組、内田篤人の SDGs スクール。いつも幸せに。さあ始まりました、内田篤人の SDGs スクール。私がクラス担任のなすなかにし那須でございます。そして生徒が内田篤人くん、中西くん、秋田さらちゃん、そして今回の歌詞バンドラーで日本代表で活躍しました中田浩二くんにも参加してもらいます。お願いいたします。今回のテーマは17項目の3番、すべての人に健康と福祉を。健康でいるためスポーツの大切さを訴えるべく、内田篤人と中田浩二がやったことのないスポーツに挑戦するスポーツ3番勝負の最終対決。2勝内田君が取ったということでございまして、僅差でしたけど、どれも僅差でした。どれも確かに僅差ではあったんですけど、うん、まあ、負け越してますよ、はい、うん、最後ぐらいは ね勝たないと。ちょっと勝っていただきたい、はい、どうですか内田君今のお気持ち。想定範囲内ですね。腹立つ後輩ですね。腹立ちますね。さあ3番勝負最後のスポーツはこちらでございます。パラバドミントン。さあ一体どんなスポーツなのか、こちらの方に教えていただきましょう。どうぞ。どうもありがとうございました。パラバドミントン選手で陸自の社員として研究開発の仕事をしている長島治さんでございます。はい、よろしくお願いします。さあ今回バドミントン対決ということでございますけど、うん、ね、さらちゃんバドミントンの経験は？あの友達と遊ぶときにやります。かわいらしい。友達になりたかったです。何そのMC。 何なんそのMC。 さあまずはパラバドとはどういうものか実際に長島さんに見せていただけるということでございまして、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、バドミントンですね、車椅子に乗って基本的にこう前後に動くのが、はい、基本になります、はい、結構テニスとかだとこうやって打つ動きとかあると思うんですけど、はい、バドミントンの場合はもう前後に動く、これが基本でして、前後ちょっと動きますね、はい、こう動いて止まって、そってこういう感じですね。うわ、こういう風に前後で動く、こんなのが車椅子バドミントン、パラバドミントンですね。へ、はい、結構手の力とかすごい、ね、はい、もうキュッと止めるのでもう腕と脇とこの、ね、だってもうなじゃぞ、ここすごいもんですよ、ね、そうですね、リクシルが浮かび上がってるから、ね、リクシル、うん、さあそんなパラバドミントンはですね SDGs 3番以外に該当するものがあるんですよね、なじゃさん。はい、この SDGs 9番でいうところの、はい、産業と技術革新の基盤を作ろうと、こういったところが該当すると思います、はい、でバドミントンですね、車椅子通常はアルミニウムの車椅子を利用しているんですけれども、私が乗っているのはマグネシウムの、うん、はい、素材になっていまして、はい、いろいろ技術革新が進んでだいたい 20% ぐらい軽くなっています。はあ、軽量化されてるという、はい、そうでございます、はい、これ早速なんですけどちょっと体験していただけたらなと思うんですけど、はい、車椅子ご用意いたしました。止まるのギュッとやるのが大変、ね、そうですね、もうこの瞬間にギュッと、はい、体重移動も、体重移動もし、はい、体を後ろに反らして止めるっていうのが基本にあります。後ろに反らす、はい、ブレーキみたいなのはついてない、はい、競技用の車椅子にはブレーキはついてないですね。あ、でも全部手で、はい、全部手でやります。え、これでも片手で、片手で、はい、ラケットを持ちながら、持ちながらやるっていう形ですけれども、さあまずはどんな練習をしたらよろしいでしょうか。はい、まずはこの車椅子に慣れてもらうためにこのフットワークにあたる
チェアワークをやっていただきたいと思います、はいはい、このラケットを持ちながらっていうことでここが一番難しいところなんですけども、うん、ラケットでこの外側にあるハンドリムと言われるところ、はいはい、ここにラケットをこう押し当てます。左手は普通にこのリムを持っていただくかタイヤを両方持っていただくかどちらも大丈夫です。そうですね、今ちょっと右が弱かったので左に曲がった。なるほど、そういうことか。均等に出さないと曲がっちゃうんですね。はい、もう片方だけで回るとくるっていってしまうので。はぁ、これをはい、あ、そう、いい、すごい上手です。はい、掴んだ掴んだ。これで、あ、いいですね、はい、おお、やったな、やったな、はい、どうですか今の。すごい上手です。ありがとうございます。同じ要領で今度は前から後ろにグッと引く。さすが、いい、早い早い。実際どうですか？痛い。痛めてたのかい。無理してたのかい。無理してたんや。ちょっと内田君の次は中田君にやっていただきましょう。はい、それに加えて、浩二さん、うまい。うまい、うまい、うまいですね。こう打つのがね。何でもできる、中田君。はい。さあ、いよいよですけども、うん、はい、内田篤人 VS 中田浩二スポーツ3番勝負、はい、最終勝負でございます。よし、よし。さあ、長嶋選手がシャトルを連続で10回投げられます。はい、はい、それを打ち返せた数で、ちょっと争っていただこうと。なるほど、そうですよね。なるほど、より多く打ち返せた方が勝利。よしよし、はい、さあ、はい、今2勝されてるじゃないですか。2勝されてます。勝っていただきたいですね。はい、いや、そうですよね。中田君が負け続けるっていうのは良くないんで。そうですね、はい、いや、もう勝つだけですよ、もう本当に、はい、勝つのみ、勝つのみです。強い意気込みです。はい、対して内田君、おー、ちょっとよく分かりません。ちょっとごめんなさいね。意味はちょっとあんまりよく分からなかったけど、びっくりして、おーって。先攻後攻じゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ。わー、じゃあ3敗ということで。最後の勝負じゃんけんって何なんですか。負けたから。おかしいでしょ。先攻後攻選ぶだけです。はい、後攻で。お、後攻。じゃあまずは中田君からの挑戦です。はい、さあ、それでは中田くんからの挑戦でございます。3番勝負、用意スタート。はい、おー、ナイス。オッケー、はい、おー、おー、すごいですね。手前、おー、先生もっと前後に。痛い痛い、バックバック、車、車椅子で、車椅子で、おー、すごいすごいすごい、すごいな。おー、いい反応。おい、よし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 、行け行け行け。そってそって、思いっきりそって。そってそって。うまいやん。よ、おいしょ。これで10球ですかね。はい、直り終了。結構良かったんじゃないですか。これ何なの、結構返せたんじゃない。結構上手ですね。よし、はい。今のところ10分の6で。6。はい、さあ、挑戦終わりました。いかがでした、中田君。いや、意外と打てたな。ねえ、返せてた、うん、途中からだって先生の目つき変わりましたよ。なんかすごい遠くばっか見るから、ちょっと後ろ投げないとこれ打たれるなと思って、ね、むしろ当たっちゃうと思って。いや、さすがの身体能力です。さすがです。ありがとうございます。さあ、それでは7本返せば内田君の勝利になります。内田君の挑戦お願いします。はい、はい、はじめは、もったいない、あれ、もったいない、どうするのこれ。はい、よし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 、よっ、いけた、先生、先生、はい、おお、優しい、うまい、うまい、うまい、よし、よっ、よし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 、うまいんじゃない、よっ、おお、よく返した、これで、はい、終了。最終結果は2勝1敗で内田君の勝利。いや、もう実際でも乗られていかがでした？いや、本当ね、あの、難しいです。力使いますし、うん、でまた打たなくちゃいけない、ね、大変と思いながら。難しいですよね、はい、うん、でも
気持ちいいですね、打てると、うん、本当に楽しかったです、ね、いや、よかったです。さあ、長嶋先生、今後も活動を続けられると思うんですけども、抱負の方をお願いいたします。はい、パラバドミントン最近すごい盛り上がってるんですけれども、これからどん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 継続的に、うん、もう続けないといけないなと思っていますので、うん、選手としてもいろんな活動を通じて、うん、面白さを伝えていきたいなと思っています、ね、じゃあそれでは最後に今回の授業のまとめをお願いいたします。はい、健常者の方も車椅子の方も一緒にこうやってプレーできるというのは非常に楽しいなと思いましたし、やっぱり先生ぐらい上手くなるまでちょっとのめり込んだらどんどんうまく上達なして楽しくなるんじゃないかなと思うんで、皆さんもぜひ車椅子パラバドミントンですか、一緒にちょっと楽しんでもらえたらなと思います、はい。それでは皆さん、 YouTube とチャンネルの登録とグッドボタンをお願いします。この番組での収益金はリクシルとユニセフとのパートナーシップメイクアスプラッシュに寄付させていただきます。つまり番組を見るだけであなたも SDGs に貢献できます。ぜひご視聴お願いします。